阪神、岡田晃信監督が14日、第3クールを総括。森下、野口、前川原が繰り広げる超熾烈な外野のレギュラー争いに関して言及した。以下、一問一答、マイナス2軍の川原を1軍の試合に連れてくる。紅白戦の結果で、投手コーチが、そうやそうや、オーン、なんか、川原ちょっと投げさせたいなあ、言うてた。結果次第でチャンスは。 まだそこまではちょっとわからんそれはわからん青柳伊藤将も実戦そうそうみんな1イニングちゃうか113と思うで紋別と5回までそれはもうそんなもう目ならしというかな順調に来ているだから西勇気と大竹ぐらいかなおーん。ちょっと遅れてるいうかまあある程度投げ込んでるけどまだねむりに。 無理して投げる必要もない時期だし、元気なピッチャーは1イニング、2イニング、こっちで、こんなにあったかいし、ちょっと1回投げて帰る、それでええと思うけどな。次のクールで串川に行くピッチャーは4人か。4人いてる。いやぁ、ほんまなだから茨城とか向こう行く、もうな、向こうで先発するから。ビーズリーもちょっと投げれんからな。あと誰やったかな。富田と西潤か。 富田西純やなあんまりあんまり良くないというかな別に今回で決まったわけじゃないからな2軍もゲームがあるからなそういうのも含めてまだあれやな別にどうってことないよ笑らい入れ替えっていうかないっぱいおってもなゲームで投げへんのになおってもしゃあないから野手は3人が上がってくるだけそうそう野手は22人になるんかなこっち 犬座、におるときは別やけどビジターとかなったら、3、4人ずつはこっちで得出させて、居残りでな、ちょっと打たせて。そういう形になると思うよ。福島はジクールから1軍だが、16日は2軍練習試合に出るか。それは別のメンバーが行く。ちょっと1回、1軍の練習まだ参加してないんやから1日くらいこっちで参加させんと。動きとかな、ちょっとな。 細かいプレーというか、16が最後くらいになるかもわからんからな。あと試合ばっかりにはなるから、16は別の3人が行く。前川と野口、小野寺やったっけ。キャンプを折り返し、試合がどんどん入ってくる。ほとんど外でな、バッティングもできたし、天気も、マ、ま、ー、あ、天気は最初のクールから良かったからな。それはもう順調にここまで花、他でも紅白とかいっぱいやってるところあるけど。 とにかくやっぱりな、打ち込みしたり、練習でまずチームとしてのな。紅白やって振り落としじゃないんやからチームとして成長するようなな、練習の中でな。そういう意味では天気も良かったし、ここまで順調に来てるんちゃうかな。キャッチャーの怪我だけちょっとな。二人だけ痛いけどな。外野手の打力アピールを求めているが、外野手、大変やな。オーン、まあこれからやけどな。これからやわ。 これからゲームの中でどんな結果が欲しいやつの方が多いわな。ゆっくりしてられへんやつが多いからな。でもそこで結果出したら、これはチャンスものすごくあると思うよ、ダイヤ派花。森下は良くなっているか。まだ打球が上がらへんやろ。だからフリーバッティングとティーバッティングでえらい違うやんか、打ち方が。侍ジャパンに選出された。日本代表でも期待。いやいや。 そんな全然関係ないよ。まあこの時期にまたやるんやなあと思ってるけどな。離れる前に打撃をつかんでほしい。まあバッティングというか、北海道からちょっと早く帰らせようとか、そこまでこっちは考えてるんやから、そんなんどうってことない。居残りと空うはさせるか。そんなんまだわからん。まだ決めてないよ。居残りは18日にならんと決まれへんやんか、ビジターやって。 こっちは居残り戦でええわけやからホームは